裾のエッジングパイピングですね。これに続きまして、今度は両サイドです。これをの簡単な、エッジングをなさってたのでやってみたいと思います。これは両方、ホールドにします。シルバー機だとこの右左にありますね。ブラザー機はここをこういうふうにするのがありますね。で、キャリッジ側だったかな、編まない位置に出します。でこういうふうに来ます。これ編みませんね。でこれ下げます。で3本出して、2本でもいいのかな。これを交互にやります。2本の方がいいかな。これ幅が狭いんでね、2本にさせていただきますね。交互にだから編まない段を1段入れるっていう感じですね。端片側しないでやってみますね。例えばこっちはね、閉じるための場所、こっちはあの、カールしてほしくない方ってなした場合、これまででやった中で一番簡単ですかね。針を出したり引っ込めたりするだけですから、こっちカールしてる、こっちカールしてない、はい、こういうエッジングでした。どちらの、方にもあの日本の、マシンジッターさんにあのご紹介あのしたいと思いますって、あのありがとうございますということでね、英語であのコメントを入れたいありますので、はい、こういう形で裾もできるし、こういう端もね編みながら簡単にできます。はい、以上です。